姉ちゃんじゃんんじこんなところで何してんのいや俺はただ休憩しに来てるだけだけど何もしかして姉ちゃんはサボり <laughs> サボりだなその反応は女子テニス部のエース様がサボりって どういうことですかうんいろいろね <laughs> てかしれっと隣座るなよ <laughs> いやダメじゃないけどさてかその座り方だとパンツ見えるよ いや、気になるわけないだろう。誰が姉ちゃんの下着なんかに興味あるんだよ。そもそも、家の中で嫌というほど見せられてる俺の気持ちも分かれよ。何私意外に胸おっきいんですってか。で痛い痛い痛い急にほっぺた引っ張るのやめてくれないはいはい。はい 今の発言は俺が悪かったです。申し訳ございませんでした。<laughs> いや、ちゃんと誠意を込めて謝ってますが。あ、なんなら後で何かおごってあげてもいいけど。うん、別に。<laughs> ただ、ちゃんと部活に戻るのを条件とさせていただきますよ。 姉ちゃん何か戻りたくない理由でもあんのそれは何俺には話せないことそれとも話せることんじゃあ聞かないでもその代わり俺が一緒に部活に戻ってやる あのさ、俺、何年あんたの弟やってると思ってるのそれに、うちの高校のテニス部さ、全国では珍しい男女混合部活でしょ大体、だいたい姉ちゃんが何に困ってるかなんて、考えなくてもわかるね。俺のこと。 弟だってみんな知らないでしょ何か言われたら、彼氏って言っとけ。<laughs> 部活終わったら迎えに行ってやるから、わかった。